はじめまして、寮長の澤田です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日からお世話になる松本です。お願いします。はい、お願いします。では今から寮のルール説明をしますので、少し待っていてください。よろしくお願いします。じゃあこちらの説明から、はい、この白のプレートが外出という印です。で、これをひっくり返すと赤のプレートになります。赤のプレートが在宅という印になります。はい、今松本くんは在宅しているので赤のプレートになりますね。あの、僕以外のプレートが全部白なんですけど、これは皆さん外出されてるってことですか？違うよ。今は君しか住んでいないんだよ。え？よろしくね。よかった、2人が来るまでこの寮僕一人だったからさ、不安だったんだよ。え、一人？じゃあこの学生寮、俺たち3人以外誰も住んでないってことか？うん、そうみたいだよ。は？なんだよそれ。普通学生寮って言ったら何十人も住んでんだろ。もしかしたら、あの噂のせいかもな。噂？なんでそれ？同じ学部の先輩に聞いた話なんだけど、ここの寮、心霊現象が起こるらしいんだよ。え？心霊現象？昔、ここの寮の目の前で学生が交通事故に遭ったらしくて、それからこの寮は呪われて、今でもその霊が現れてはここの寮の学生とか連れ去ってしまうらしい。なんだよそれ。じゃあみんなその噂を信じてこの寮に入んねえってわけか。最高じゃねえか。俺たち3人でここ広々使えてよ。寮長ですか？どうしたんですか？三人とも、今日は水道の点検があるので、お風呂早く入ってください。ああ、わかりました。あ、それでさ、小塚くん。さっきの話は学校では有名な話なの？おお、いや、わからないな。僕も先輩に聞いただけだからさ。松本、お前ビビってんのか？こんな噂話なんだから気にすることはねえよ。今日は水道の点検があるので、お風呂早く入ってくれると助かります。おお、わかりました。すぐ行くんで。なんだよ、あのさ、同じこと何度も言いやがって。松本くんさ、寮長と1週間2人だったわけでしょ。大丈夫だった？わ、大丈夫だったって？いや、
寮長って何考えてるか分かんないっていうか、ちょっと不気味なとこあるからさ。おい、あとは風呂場で話そうぜ。また水されんぞ。ああ、そうだね。行こうか。お風呂2階だから早く帰っちゃって。あの寮長、不気味なやつだな。そうっすね。あ、てか松本君、3階って何があるか寮長に聞いた？確かになんか脆くなってるから入るなって言うんだけど、何があるか聞けねえもん。ああ、1階と同じような感じの部屋があるって、人が多い時は使ってたらしい。へえ、そうなんだ。まあいいから風呂行こうぜ。昨日までなかったよな。え？え？何やってんの？はぁ！寮長、こんな時間にどうしたの？いや、その物音がして気になって。ああ、水道の調子が悪くてね、少し作業をしていたんだよ。こんな時間にですか？今日はもう遅いから寝なさい。わかりました。本当なんだよ。昨日上から物音がして、それで3階を見に行ったら寮長が止めてきたんだ。水道の修理をしてたとか言ってたけど、あんな時間にやるなんてありえない。松本君、昨日僕が話した噂話はあくまで噂だから、ちょっとナーバスになりすぎてるんじゃないかな。いや、でも二人を見ただろ。ベッドに書かれた逃げろって文字は。それもさ、もともと誰かが書いてていたずらで、それが気づくタイミングが昨日だっただけなんじゃないかな。そうで、心霊現象なんてあるわけねえだろ。いや、でもおかしいよ。ったく、しょうがねえな。俺がその怪しい3階見に行ってやるからよ。え、ま、心霊現象でも撮れたら YouTube でバズりそうだしな。いや、松本のやつビビりすぎなんだよ。
松田くん遅いね。やっぱりまずかったんじゃないかな。どうしたの松田くん。なんもありませんでしたびっくりした。なんだよもうやっぱりよ、心霊なんてのはよ、ありもしない噂なんだよ。遅いから心配したよ。いや、本当におめえがうるせえからくまなく探してたんだよ。探しすぎだよ。てか、なんか食いもんね。やめてよ、勝手に人の部屋。めっちゃそこは食べ物は何もないよ。ガムテープとか懐中電灯とか工具が入ってるだけだから。あー、びっくりした、でもよかった、よかったですね。うん、今日も疲れたな。トイレ行って寝るか。門限過ぎたのに帰ってこないんだよ。今夜一緒にゲームする約束してたんだけど。ああ、あつやくんのことだから忘れて遊びに行っちゃったんだね。まあそうだよね、寮長にバレなきゃいいんだけど。ああ、ちょっとこれさすがにおかしくないか。松田くんが何の連絡もなしに一週間も帰ってこないなんて。しかも気になるのは貴重品とか持ち物とか全部持ってってるんだよね。携帯を持って行ってんなら連絡ぐらいくれてもいいのにな。松本くん、一週間前の松田くんがいなくなる前日何があったか覚えてる？え？なんかあったっけ？松田くんがこの寮の3階に幽霊を探しに行ったんだよ。その次の日から松田くんがいなくなった。え？でも松田くんは何もなかったって。あ、寮長、ご飯できたから早く食べちゃいな。ああ、わかりました。いただきます。それと僕はこれから出かけるから、何かあれば連絡してね。はい。あ、寮長は松田くんのことを何か知りませんか？なんも知らんな。ごめんね、急いでるから。松田くんが一週間無断で外出してるのにあの落ち着き、絶対におかしいよ。え？寮長が松田くんの失踪に何か関わってるってこと？わからない。でも調べてみる価値はあると思う。松本くん、寮長のことを追いかけてくれないかな。追いかける？寮長が外出するのは週に1回ぐらいだし、何かわかるかもしれない。確かに。僕はその間にこの寮の中を調べてみるから。わかった。
先生ありがとうございました。こちらこそ、また来てください。おかげで楽になりました。はい、ではまた。ありがとうございます。また来てくださいね。おう、なんだ兄ちゃん、どうした。ああ、あの、今の人ってお知り合いですか。ああ、知り合いっていうか、お客さんだな。お客さん、何かお店をやられてるんですか。何って、整骨院だよ。沢田さん、腰悪くてね、通ってもらってるんだ。ああ、そうなんですか。お、どうせだったら兄ちゃん受けていくか。え、あ、すいません、僕はちょっとまだやることがある。いいんだよ、これも何かの、え、ほら、おいでおいで。え、あの、ただで見てやるから。いやいやいや、ちょっとやることがあるんです。しっかし、わっけーのに体バキバキだな。あ、はい。てか、沢田寮長はここの常連さんなんですか。お、ああ、君、沢田さんとこの学生さんか。はい、普段寮長とは喋ることがないので少し気になりまして。あの人は無口だからな、俺も人となりとまではわかんねえ。ああ、そうですか。てか、君は身長いくつだい。お、おー、177センチです。おお、そうか、ちょうどうちの息子と一緒だな。あ、息子さんいらっしゃるんですか。ああ、なんか雰囲気も似てて顔の感じも似てるなと思って。おお、そうなんすか。年も同じぐらいだろ。でも君ほどうちの息子は素直じゃないっていうか、反抗期っていうのかな。そうなんすね。でも僕も親にはそんな感じですよ。そうか。はい、息子さんもあの他の大人にはしっかりした態度取ってんじゃないですかね。まあ俺の知らねえとこでそうだといいんだけどさ。はい、母ちゃんの言うことも聞かねえしよ。はい、きっと大丈夫ですよ。息子さんにも会ってみたいな。ありがとうございました。なんか体が楽になりました。いいからいいから、君はもう二人目の息子みたいなもんだ。またタダで見てやるから、困ったらいつでもおいで。ありがたいです。上京したばっかりで頼れる人もいないんで。どうか、また来るんだよ。はい、わかりました。ありがとうございました。お、気をつけてな。はい。松本くん、おかえり。ご飯も食べずにどこに行ってたの。え、ああ、いや、ちょっと。早く食べてって言ったよね。ああ、すいません、すぐ食べます。あ、てか、大塚くん知りませんか。大塚くん知らないよ。
くんも荷物を残して消えた。初田くんと一緒だ。やばいよ、やっぱりこの家には霊がいるのか、3階に何かあるのか。やっぱり3階に行ってみるしかないのか。懐中電灯。え？絶対行く。これ。おかしすぎだよ。てか、なんか食いもんね。食べてよ、勝手に人の部屋。そこは食べ物は何もないよ。ガムテープとか懐中電灯とか工具が入ってるだけだから。あーびっくりした、でもよかった、よかったですね。うん、あの時に初田君が浮いたってことか。そういえば3階に行く時に動画を撮るとか言って、それはい、この上かい。よっしゃ、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 なんだこれ。でもあの時何もありませんでした。びっくりした。なんだよもう。やっぱりよ、心霊なんてのはよ、ありもしない噂なんだよ。どういうことだ、なんであの時あんな嘘。どうしよう、二人のことは心配だけど、もうあそこにいるなんて無理だ。どうしよう、どうしよう。あの人なら力になってくれるかもしれない。おお、いらっしゃい。早速来たね、松本君。あ、すいません、今日はちょっとお願いがありまして。お願い。実はうちの寮では心霊現象が起こるという噂がありまして、過去に何人も行方不明者が出てるって、僕も最初は噂だと思って信じてなかったんですけど、実際に友達が二人いなくなりました。いなくなった。それで、その二人が行方不明になる前に絶対に入るなって言われて3階に入って、で、その直後にどっちも役立って、もう何が落ち着いて松本くん。何が落ち着いて。俺にどうしてほしいんだい。こんなことをお願いするのはあれなんですけど、もう他に誰も頼れる人が上京したばかりでいなくて、一緒に来てほしいです。
わかった。え？いいんですか？言ったろ？君は息子みたいなもんだ。その息子が泣いてすがったら見捨てる親なんていないよ。そうだろ？な？本当にいいんですか？ああ、ありがとうございます！ありがとうございます！ここです。沢田君はいないみたいだね。今がチャンスです。すぐ3階に行きましょう。うん、来たか、松本くん。寮長、僕は何を。大丈夫大丈夫、落ち着いて。あ、そうだ、大塚くんと松田くんがなんで3階にいるんですか。二人は勝手に3階に入っちゃったからね。わかってるよね。ここであったことを二人に話せば、君は消えることになるからね。はい、あの二人には絶対言いません。なんもありませんでした。びっくりした。なんだよ。
これで俺は許されるんですよね。このこと誰にも言いませんから。この世からも出ていきますから。ごめんね、僕は嘘つきなんだ。だから篤斗君あの時何もなかったって。彼らは薬漬けで君の知ってる二人じゃないよ。薬漬けって何なんですか。そうだ、それに篤斗君と大塚君以外にも何人も人がいた。こんなことして何が目的なんですか。上にいたのはもともとこの寮で生活していた子たちだよ。ここで飼ってるんだ。飼ってる？なんで？なんでそんなことできるんですか？償い？償い？私は過去罪を犯してしまったんだ。どういうことですか。話が全く分かりません。殺したんだ。は？10年前この寮に住む学生だった俺の息子を車で引いちまったんだ。え？昔ここの寮の目の前で学生が交通事故に遭ったらしくて。そんなことあってはならないだろう。息子を諦めきれないだろ。俺は言ったんだ沢田に。俺の息子を返してくれと。返すってでどうやって作るんだよ。君も自分の大切なものが壊れた時買い直したり作り直したりするだろう。それと一緒だよ。作るんだ。俺の息子を作ればいいんだよ。作る？作れない。人は作れないんですよ。でも諦めるのは無理だろ。もし諦めたらその時が本当の別れになってしまう。そうだよな、沢田。素敵な息子になれるかもな。
とこ行け。